どうもクーリンです。早速来ました、じゃじゃーん、ビーモロー。2015年シーズンからイチロー選手が新たに、契約しましたスパイク、ビーモロー。これは、スパイクじゃないんですけども、ランニングシューズを買ってみました。というのもですね、この前の動画でイチロー選手が今シーズンから6からビーモローに契約を変えて、スパイクとランニングシューズ、アップシューズですねを履かれるっていうことで、どんなもんなんだろうと。でこれ作った開発元っていうのがワールドウィングっていう、鳥取あるね、イチロー選手とか、あと山本昌選手とかよく行ってる、まあ名だったらプロ野球選手よく行く、不可書道理論を提案する小山さんの運営するジムなんですね。そこが開発元になってるという。早速開けていきたいと思いますよ。よいしょ。ちなみにここ住所消してるから全然安心です。アップにも耐えれるぜ。じゃじゃん。ビーモロバシャーン、バーン袋じゃーん。ビーモロということでですね、僕は今回ビモロのランニングシューズオレンジ色を買いました。これは別にイチロー選手モデルってわけじゃないんですけども、マイアミマーリンズのチームカラーのオレンジと黒、あの2色が入ってるあのモデルに限りなく近いということで買ってしまいました。いいですね。どこがいいかな。いいね。ほらマーク、ビモロの B、しかも速そう、なんか流れる感じの速そう、いいですね。はい、なんかと注目のソールがどうだろう、なんかちょっとわたわたしてるやつだな。素材がちょっと特殊なんですかね、わかりづらいだろうな。ちょっとこのザラザラしてる感じわかるかな、わかんないでしょうね。こういう感じですね。うわー、ランニングシューズっぽい紐ですね。これまたちょっとキラキラして、で裏側はこんな感じですね。はい、ビーモロー書いてますね。いいね、赤い。これ僕買ったのは 27.5cm ですね。14,904円ですからね皆さん。じゃあ早速この靴履いてみたいと思います。はい、ということでね、ビモロのアップシューズを履いてみました。でちょっと違いが、分かりやすいように、左の足には僕が東京マラソンで使用したアディダスのレーシング用の、これはねランニングシューズなんですけども、これを履いてみました。で、まあ、サイズも同じなんで、まあ、重さをちょっと比べてみたんですけども、そんなに変わんないですね。どっちが軽い重いなっていう感覚はない、はっきり言ってそこはなかったです。で履いて感じなんですけど、こっちの方が、なんて言うんだろう、こっちの方が横幅が狭いのかな。だからこの、なんて言うんだろう、こっち側に当たる側面が、なんて言うんだろう、特に足の裏の部分、側面じゃないな、足の裏の部分かな、裏の部分が、なんだろう、当たってるというか、そういう感じなんですけど、ビモロの方はこの横が広い気がしますね。この辺がゆとりが、アリアスと比べてあるような感じがしますね。走ってみた感じ、まあ全然嫌な感じしないですけどね、両方とも全然嫌な感じしないですね。なんかすいません、気の利いたこと何も言えないですけど、まあ履きやすいですね。僕足が結構、まあ横が広いんで、そのビーモロのスパイクのアップシューズだと、なんでだろう、履きやすい、フィット感はすごいありますね。こっちもこっちでいいんですけど、よりフィット感があるなって感じはビーモロの方がするかなっていう、まあ、感じですね。まあ個人差はあると思うんですけど、僕の場合足が本当に横幅が広いんで、だからちょっとそういった意味でこのスパイクは、なんだろう、日本人向けに
してくれてるのかな、まあしててくれてないかもしれないですけど、すごい履きやすいですね。僕ほんとだからナイキとかだと結構横幅が狭いんで、結構なんか大きめ買わないときついなって感じはしちゃうんですけど、これはそんなことなく履けてますね。うん、いいですね。はい、そういう形でね、まあ履いてみたんですけども、僕はすごい履きやすかったですね。あの僕の足の形にまあ結構合ってると言いますか、その横が広めな感じなので、すごくそういった意味でいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ほんと足に特徴あるって感じしましたね。これ見てもらっても分かるんですけど、ほら分かりますか、違いが。こっちと比べてこっちの方がやっぱりそこが広いというか、横幅がやっぱり特徴があると思うんですよね。それがなんか僕にはすごくフィットする、フィットします、はい、すごくフィットします。それしか言えねえ、それしか言えねえわ。そういうことなので、皆さんも、僕のね足の広い方、横幅の広い方はこれぜひ一回履いてみてください。なんかすごい異様にフィットしますから、その感覚をぜひ味わってほしいですね。この部分が広いんでね、こっちと比べるとね、こっちは反ってるんですけど、ちょっとほらな、これをすごい一回体験してほしい。なので皆さんもビモロのランニングシューズスパイク履いてください。ちなみに僕はスパイクなぜ買わなかったかというと、スパイクはちょっとカラーモデルがなかったんですよ。黒か白かしかなかったので、さすがにちょっと社会人になって、まあ、普通の黒履くっていうのもなんかおしゃれにかけるというか、やっぱり社会人、まあ、草野球っていうのは形からおしゃれから入るべきでしょうっていうのが僕の、まあ、心情としてありますので、やっぱりちょっとこうカラーリングのある色味のあるおしゃれなかっこいいものを履きたいっていう要望、こう欲求を抑えられずにランニングシューズを買ったっていう次第でしたね。またこういった形でいろんな商品買ったものを全部紹介していったりとかしますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。あと、まあ、コメントであったりいいねだったりチャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いします。本当最近皆さんの声援が励みにものすごくなってます。ということで今日の動画は以上です。それではまたよろしくお願いいたします。